どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのレオを書いております、今日はですね、アントレースを7月に会社化するんですけど、そのメンバーと経営合宿、会社を法人化するにあたって決めなきゃいけないことも山盛りあるんですけど、特にね、人数多い時に必要になってくる。僕も株式会社夏休みの社長なんですけど、一人の時は大していらないんで、ババッと必要な書類集めてとかでいいんですけど、6人で意識をこう集結させ会社を作るっていうと、結構なもうすり合わせが必要になってくるんで、もう昨日の朝から、もう24時間以上一緒にこういう場所でもうガガッとゴリ詰めしております。でついにその何でしょう、そのミッション、ビジョン、バリュー、そうですね、アントレースのその目指すべき方向っていうのがちょっと固まりつつあるんで、そこだけちょっとちらっとお見せしようかなと、はい、今、あそこで佇んでるのが社長ですけども、社長です。社長。アントレース社長。はい。で、あっちでホワイトボードの前にいるのがデザイナーの小野さん、神谷雄介のモデル。うん、そう。神谷雄介がのモデルが社長ではないんですよね。社長はなんでしょうね、左利きのエレンでいうと、たぶん、ヤタニみたいなポジションなんですかね、広告王子、ヤタニ、はい、はい、そんな感じで、ちょっとじゃあ、今から打ち合わせなんで、はい、頑張るぞ、おー、ビジョンが、ザ・ビューティフル・カウスで、ミッションが、キープ・リビング・イン・クリエイティブ・プレイグラウンド、バリューが、ノット・ボアダム、退屈を壊せ。とノットテイム、自分の美意識で他人の飼いならされるな。ノットトレードは貨幣価値だけじゃない本質的な価値で動きましょう。うん。ノットが合ってるのか分かんねえな。ドンとかもね。今俺の知り合いにも聞いてる。ダメ。じゃああとはみんなの三好とかに聞こう。うん、ネイティブチェック。そう、ネイティブ、元ネイティブ、まあ半ネイティブ、半分人間ね。いよいよ決まりましたね。じゃあ概ね、本当だね。うん、夜中の2時半までやったから、なんか本当にカルチャーギャップというか、佐久間さんと話したんですけど、出版業界だと結構こう飲んだ後ってもう仕事しないんですよ飲んだ後に仕事するんだっていう、なんかこう、お疲れっすって、おやすみって言った後に集合みたいな、全員集まってガッて話すのがすげえなって思いました。それ俺だけよ広告業界ってこれが普通なのかなって僕思っちゃう。じゃあ俺だけ、俺だけは本当もう関係ないから24時間、はい、一緒仕事したら、まあ、さっきともカッピーとかも昔、なんでこの人こんな時間に連絡するの？なるほど、なるほど、なるほど。あ、これが普通ではない。思いついたら、鉄はね、熱いうちにない。うん、うん、うん。あと、明日やんないから、絶対。絶対やんないから、俺たち。俺、知ってるから、今日やんないといけない。なるほど、なるほど、なるほど。だから、でもすごい、ものすごく勉強になりました。やっぱ、業界が違うと、当たり前が違うなっていうのは、まあ、分かってはいましたけど、実際自分で体験してみてすごく面白かったです。卒業おめでとう卒業した。カッピーのマネージャーを卒業させていただきましたお疲れ様でした。ちょっとお金だけマネージャー卒業ということで、そして入学は入学は、アントレースにじゃあアントレースに入学させていただきます。やったチーフ、チーフフィナンシャルオフィサー、ファイナンシャルオフィサー、お金を借りてくる人、お金を借りてきたりとか、まあ、お金周り全般のオフィサーですね、責任者ですね。いや、さすがですね、やっぱね、金庫番長だから、金庫番、略して番長長、はい、番長。ただCFO の仕事の一環にアントレースが抱えてる漫画家カッピーのマネジメントも含まれてるんでそういう、そういう意味でははい、あ、じゃあ、あれだ、夏休みからのあれはギャラは、
なしにします。それダメだね。中途半端な動画なんで終わり方が分かんないんですけど、とりあえずじゃあ、あ、いいですね。あ、そうだ、高典さんが意外とまだちゃんと動画で出てるんで、ちょっと一発芸ですか。高典さんのじゃあ役職を教えてください。工場長です。工場長です。はい、なんかもう顔芸やります。やべえ、ちょっとまた見てね。あ、ちょっとアントレス的にこれはやめた方がいいと思って。絶対やめた。はい。これやめましょう。やばい。アントレス NG 出ました。はい。あのね、全然かっこよくねと思われるから。だって一発芸にかっこいいとかなくない。俺それ台湾で見てるから。はい、そんな感じで、終わりたいと思います。はい、7月にアントレス会社化するんで、またプレスリリースなど、情報を出していくんで、広告案件とかなんかコラボレーションとか何かこんなのアントレスとやってみたいなというのがもしあれば、後に発表されるだろう何かしらの連絡手段を用いて、何かしら多分発表すると思うんで、何卒よろしくお願いします。それではまた、さようなら。